なんで今ちょっと、はい、試しで、看板装備で、はい、プレイしまーす。い。ちょっともう時間が時間なんで、どっかでステージクリアしたらもうやめようかなーって。空気調整してました。いやー、音がね、出力に気づいてなかったのは痛えなー。あ、マウスが、これは Windows Edge です。あ、痛い痛い痛い。チャンス、OK。 やっぱり、この砂漠ので竜が登場するんですけど、まあランク調整してるんで、今最大で画面内に最大3匹までっていう風にしてるんで、まあそっちが良かったな、やっぱ。それまで調整してなかったんで、6匹までにしたんだけど、この6匹登場するとやばいんですよね。このように口から出す弾がですね、それ調整してないんで、めちゃくちゃ数の多い状態になって、でもなんか避けられずにやられちゃうみたいなケースがあったんですけど、どうしようかな。まだレーザーは取らなくていいか。はい。いやー、前回の100万点取って音が出ないってのは痛えなー。まあしょうがない、自分の設定が悪かった。あ、おお、危ない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 。よし、危ない。おお、よし。なんかこれ攻撃進みそうな予感もしなくもないか。レーザーで、次オプションで、次はレーザーを取ります。リラック取ってちょっとオプションの間隔を広げて、でまあさらに敵を倒しやすくする戦法でいこうかな。スピードが速いんで、ちょっとレバーの使い方も少し慎重になるで、あ、ここでコースが取れました。で、このミサイル2連射なんで、こう、
多体的あれなんですね。ミサイルって通常ショットの2倍の、破壊力を持つように設定してるんで、もう倒しやすいんですよね。こうやってミサイルをこう当てる、ミサイルでこう石に当てるように、あ、もうはい、こういう感じですぐに倒せたっていう感じですね。はい、で、当たっちゃったか、まあ、しょうがない。これもというか、これはグラツの、三面ボスを、石をベースにこうデザインしたやつです。はい、クリアできました。さて、よいしょ。あー、当たるか。あ、いいや。ありますか。よいしょ。はい、これはちょっとフリーウェイで、あ、ちょっと取るのが早かった。これ取っちゃう。よいしょ。はい、やっぱ解像度を広く取って作ったんで、かなりこう横の範囲が広いというか、うん、横の移動が広いですよね。まあ、一応自宅でガレージバンドで作ったんですけど、なんか PC で、まあ、例えばこの Windows 11のエッジでこう少しとこう一瞬なんか繰り返しの部分で音が一瞬途切れるとこがあって、で、なんだっけ、これ Web Audio API を使ってやってるんですけど、なんかラグができちゃう。でもあれなんですよね、iPad と iPhone は対応してるんですけども、そっちの方はなんかあんまりこうラグがないというか、危ねえな、おい。よし、ここで青カプセル来た。ほら、また来たんで、また青カプセル。うん、運がいい。あ、青カプセルは確率です。はい。よいしょ。配信になっちゃってるんですけど、2回目の配信でもう早く、もう時間も時間なんで切り上げたいなと思って、早く終わるかなと思ったんですけど、結構長めになっちゃって、多分木のステージかどっかで終わるだろうな。です。もう前1回目の時なんかえらいやられまくったんですよね。まあ自分の勘違いだったんですけど。よいしょ。
と後ろ、あれ前、後ろで、下、後ろ、あー危ねえ。いや、あのこのコントローラーがなんかトッピな動きするんだよな。やっぱひなの上にコントローラーを置いちゃダメだね。うまっ、かな、どうだ、あまだ、オッケーオッケー、危ねえ。もうそろそろ終わる頃かな。どこまで行ったか忘れちゃったの。あ、終わった終わった。1回目の時はもう何回かやられてコンティニューまでしたんですよね。今回はすごいスムーズというか、まあ慣れたのかな。よいしょ。10名の時はやばかったんだよな。もう自分が思ってた以上にリングが吐き出しまくってたんだ。いやー、フォトンは強い。貫通できるのが今こうやって斜め、斜め下の5枚を破壊できて、いいっすね。よいしょ。もう一回。あ、マイク。いいよし。コア稼ぎができた気がします。で、オプションを広げて後ろから来るリングを破壊する。この大きいモマイの口を破壊するんですけど、ちょっとツインレーザーがちょっと物足りないか。あ、でも倒せる。まあスコア稼ぎでこんな感じで、よし、順調やね今日は。
はい、次は、細胞ステージです。今一気増えたんですけど、8万点エブリーかな、確か。この細胞が、細胞壁がちょっと怖いんで、あれ下の壁に当たってないのか。よいしょよいしょ。まあ、ここでは道中ではもう、細胞を、まあ、とにかく破壊するだけ。で、登場するときランダムにこう腕の位置角度を設定してるんで、ものによってはあれ、なんか急にシリが立ち上がった。なんで、まあいいや。あー、当たりどころが悪い。よし、あ、青カプセル発見。ここでよし。で、ちょっと道幅が狭くなって、この道は狭いところに触手がいると。で、それを倒していくんですが、大丈夫か。よかった。よし。で、ここは後ろから来るやつは体当たりで破壊して、で、コースがなくなった時にパーカッペル。で、で、この6つの奇妙な、なんか口が登場してくるんですが、おお、青カプセル2つか。いいタイミングで取りたいですね。で、ここで、まあ、1周目は、こういうところにいるだけで、もう打ちまくれば大丈夫ですね。この大きくなった時の細胞なんていうの、ちゃんと当たり判定は細胞の絵の枠の中にちゃんと収めてます。はい、はみ出してるようなことはしてません。はい、さあ、すごい順調にいってる。珍しい。まあ明日から3連休なんで、まあちょっと今日は少し夜更かししてもいいんですけど。さあ、どうした、このステージ。これもう大きいやつと中くらいと小さいやつで3段階あって、で、破壊できるのはちっちゃいやつだけです。大きいやつと中くらいのやつは勝手に爆発するロジックにしてるんですね。なんか時期ギリギリになってこうちっちゃい状態が出来上がる。そうなった時はもう早めに破壊するしかない。
だから、なんだろう、最強装、結構装備が充実されてないと大変かもしれないですね。はい、青を取り、で、またこれ後ろから来るんだけど、一応時期を見ているんで、ここなんかうまく誘導して、よし。あんまちゃんと誘導できてないけど、よし、行け。OK。はい。で、先頭と後ろに、頭が、あ、危ね。頭のあるボス。お、あ、お、大丈夫かこれ。あれ？お、これ。おー、怖い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 。あー、怖い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 。あー、だった。まあ、いいか。なんとかなる。ミサイル、よし。ミサイルで、当てておけば、倍のダメージを与えられるんで、ダメか。何気に、この、炎が強いんですよね。もう容赦なく、八方向に、あんま散らすんで、ミサイルで、よし、怖え、よし、オッケー、あ、すごい、今日調子いい。まあ、このステージで終わるんじゃねえかな。自分でこう作ってて、何なんだこれって思っちゃう感じのステージなんですけど、まあ序盤はクロールスピードが速くなるんだけど、まあなんだろう、無理しない避け方で進めて、やっぱ途中で細、あー、うっそー、ここでか、ここでやられちゃう。まあいいか。ここで、気をつけ、ああ、怖い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 。あ、これ、死に抜けした。オッケー。よし。で、ああ、やっぱり、あれだな。もう、開け捨て。膝の上でやっちゃダメだな。当たり前か。この通りですね。膝上でやってるんで、もうふわふわしちゃって。さあ、もうこれ、もう絶対クリアでね。おお。あ、来た。あ、何やってんの。ミサイル取って、で、次が赤いやつで、これの赤いやつでオプションは取って、よし、うん、さっきの惜しかったな。お、え、スピードが足りないか。でも、1、2、あ、あぶねもう、なんで俺こんなん作ったんだろう。よし。で、積み上がるようにしたい。だが、か、はい。も
シューティングゲームじゃないよねこれ。本当シューティングゲームって何って追い詰めたくなるシーンだよなこれ。もう結構積み上がれ、よし。ダメか。やっぱりこうなんだろう、進められるロジックを考えねえとやばいね。これゲームとして成立しないと思う。すりゃいいんだろう。ほんとランダムなんですよね。このなんかもうへんてこな。あ、チャンス。おー、勝ったー。あ、もうこれであとは積み上がれば。そう、これあれなんですよね、積み上がれば楽なんですよ。積み上がるまでが大変で。よし、そうそう、こういう感じで上に斜め上にこう積み上げていく感じ。もう大丈夫かな。あ、もう大丈夫かも。ライン、登場するライン的に、うん、もう大丈夫でしょう。うん、もうこれで安心。で、ボスに気をつければいいかな。グラディウスのベトラン、木で作ったベトランです、はい、これね結構弾吐き出すんで怖いですね。フォースつけてないから。でこれ死んだらさっきの場所に戻るっていう、もうね二度と味わいたくない。おお、これ。ちょっと手から弾出しすぎだよなこれ。さらに壁壊すと5ウェイが出てくるっていう、さらに緊張感をこう高める感じですね。さあ、ここで死んでほしい。頼む。ここさえクリアできれば。あ、自爆モード入っちゃった。まあいいや。よっかー。あー、危ない。よし、あー、よかった。さあ、ボスラッシュです。この青カプセルがねすごい便利だけど、ちょっと出すぎだよな。あれ、ちょっと、あ、やばい、フォース降りたい。取れろ。あ、よかった。危ねー危ねー。よしよし、これで取れば楽に。 OK、 よし。
この曲はあのガレージバンドのなんだっけななんかプラグインで名前忘れて DX7 っていうプラグインでなんだっけななんか波形でこう音を作るプラグだシンセかシンセのプラグインっていうのかなでそれを YouTube でこう見てそれをこうなんか学習してっていうかなんかドラムだったらこの波形みたいなそんな感じで曲を作った覚えがあります。これはもうこの今の曲は純粋にガレージバンドで作ったやつです。おお一気に破壊した。よし、ガレージバンドで曲作ってます。はい、さてこいつあー なんだこの方向よいしょ。あー来た。おぶんねー、おぶんねー、あタイミングずれた、やば。さあここは右に寄ってでこ後ろへ行ってよしすぐレーザーよし。とにかく、あうわ、なーにやってんの、なんでダブル、どうしよう、あ、やばい、まあ、ちょっと行ってみるか。あー、自爆待ちかな、全部弱い弱いよ。あー弱い。もう前まあでもそっか、このフリーウェイは物によって状態によっては前に2発発射できるんだけど、あそっか、レーザーの避ける場所か。あれこいつ自爆モード結構あれだな、遅い。あれこんなに時間かかるっけ。あー自爆モード、あれこ結構時間かかったな。まあいいか。はい、これも自爆待ちかな。これで自爆か。なんでダブルにしたんだろうな。まあだからあのなんですか、浮遊隊が大量に出てくるあの浮遊隊、まあカプセルたくさん出してくれるんだけども、ある意味あのなんかパロデュースだのあのルーレットに近い感じですよね。たくさんカプセル取れちゃうんで、あ、自爆モードになりました。はい、あー次これどうしよう。自爆で見たことないからな。
フリーウェイは、その次のステージだろう。うわー、一つしか当たらだから、あーやばい、あ、大丈夫か。オッケー、そう、ミサイルか、ミサイルのおかげで倒せたな。いやー、これも時間かかりそう。とにかくこの状態で倒せるようにしてくれ。来るな。よし、あと少し。あー、レバー、うわー、怖い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 、もう怖い怖い、こせ。よし、危ない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 、クリアできそうだね。まずオプション取って、次もオプションかな。怖い、あぶねえ。よっしゃー、よかったー。あぶねえ。あー、よかった。え、何やってんの、何やってんの、マジで。もう勘弁し、また、いや、やっぱもう膝上はやめよう、本当に。ダメだ。膝上にジョイスティックじゃなくて、開け捨てはやめよう。まあむしろ、よく膝上でできてんなっていうのを褒めた方がいいか、あ、褒めた方がいいのかもしれない。ちょっと台に乗せたい。ちょっと待って、はい。まだ安定しないけど、さあここから、あー危ねー、ナイス、当たり判定なし。ちなみに、あ、一応時期は1ドットとかじゃないですよね。10ピクセル、いや、20ピクセルかける10ピクセルぐらいかな、幅が。時期の当たり判定ですね。あ、出てくれ。あー、ここで時期が近いと、あの、敵の弾発射、あー、ザーブが邪魔だな、マジで。これかな、あんまり。敵増やしすぎたかな。実はこのステージをですね、作るエディター、まあ今ですね、新しい
バージョンを作ってて、パイプスクリプトで、あと NEXT3 ですね。で、今このステージをこの編集できるエディターツールを今作ってるんですけど、あ、ダメかな、やばい、ナイス、よし。で、編集、何を落としたんだっけ、この、編集ツールを作ってて、で、まあ、この、なんか、敵の位置だったりだとかを編集できるんですけど、さっきのエリアはちょっとあれかな、敵の位置が多すぎたかな。まあこれはあの上ルートがあの安全ルートなんで、上にあのカニみたいなやつは通らないんですよ。だから、あれ、もうあれ時期がないんだ。あー、ナイスアウカプセル、わー、一個取り、ちょっと待って、これはまずこいハッチを破壊して、さらにハッ、あー、いやー、まあでもなんすかね、よく頑張った方かな。はい、ちょっとあれですね、開け捨てはやっぱり膝上に置いちゃダメですね。はい、ちょっとこれは次に生かします。じゃあ今度はあの別装備でちょっとまた別の機会に、まあ3連休、明日から3連休あるんで、その中のどれか1日を、またプレイしようかなと思います。はい、じゃあ以上で配信を終了します。ありがとうございました。